JFA ・日本サッカー協会は24日、6月の2026年ワールドカップ、W 杯アジア2次予選を戦う日本代表メンバーを発表した。森保一監督とナショナルチームディレクターを務める山本昌邦氏が会見に出席し、ソシエダ MF 久保武英のパリ五輪招集について言及した。3月の北朝鮮代表との連戦を連勝して最終予選に進出した日本は、 6月6日に敵地で第5節のミャンマー代表戦、11日にホームで第6節のシリア代表戦をそれぞれ行う。その中で、今年7月に開催されるパリ五輪の世代である久保とブレンビー・イーフの FW ・鈴木唯一を来月に U から23日本代表の親善試合も控える中で今回、A 代表に招集。五輪代表との兼ね合いについて問われた山本氏は、 侍ブルーが最優先なのは基本中の基本です。久保と鈴木を今回 A 代表に招集しましたが、A 代表が最終予選に向けて良い準備をする上で力になれる選手を招集していますと口にし、鈴木と久保は長い時間をかけて U23 招集についてクラブと継続的に時間をかけて丁寧にやり取りしてきました。鈴木と久保は FIFA ルールでイ,インターナショナルウィンドウ以外は招集できない。 クラブと話している中で、現時点では五輪に招集できませんので最終予選に備えることになりましたと語り、現時点でパリ五輪は不参加となることを明言した。現在22歳の久保は今シーズン、ソシエダで公式戦40試合に出場して7ゴール5アシストを記録。 同じく22歳の鈴木もデンマーク一部のブレンビー・イーフで公式戦31試合に出場して11ゴールと好調を維持していた。